さあもう2人もすごいんですけど、今日のルックのポイント、ジュエリーだったりだとかあったりしますか？ありますか？ごめん。真っ白じゃないですか。真っ白と、まあやっぱね、あの真っ白な、衣装と、そこに多いからすごい輝きでした、歩かれてる時、ね、すごい素敵、リンクコーデでね、はい、2人でなかなか、ね、いつも仲良し夫婦で、いやもう子育てばっかしてるから、いやいやいやじゃなくて、そうっていうところはリアルです。でもね、本当にジュエリーつけるとすごいスペシャルな、ね、特別な気持ちになるし、はい、お二人すごい特別な日とか必ずなんか大事にされてるってイメージですよね、あの、うん、記念日とかそういう、こう、まあそうですね、まあ、出会った日とか結婚記念日とか、うん、まあね、逆にそうやってあのセレブレーションというかお祝いできるの、お祝いできること自体がね幸せなことだし、うん、まあでも、まあ、今日もねすごい特別な日なので。本当ですね、どうですか、久々に子供たちから、久々か知らないですけど夜の感じ、いや楽しめるの、楽しもうかなと思って、うん、酔っ払いすぎないように、はい、気をつけます。今日は酔わせてください。遊びましょう、今日はね、酔いましょう、メロディさん、酔ってください。今日月曜日です。今日月曜日です。でも関係ないです。昨日素敵な日、昨日ロサンゼルスから帰ってきたので、ちょっと曜日の感覚がなくて。時差ボケがね。頑張ります。もうぜひね、今日二人で素敵な時間楽しんでいただきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。